話があるんだけど。どうした？ LINE なんて珍しいね。聞いてほしいんだけど、離婚してくれないかな。急にどうした？理由聞いてもいい？急にじゃない。ずっと考えてた。離婚したい理由は何なの？結婚してこれまで一生懸命あなたのこと支えてきたけど、もう辛くなっちゃった。何が辛かった？あなたといて毎日が退屈だった。私だって外に出たい。私だってって、俺は仕事で外に出てるだけだし、お前が結婚したら専業主婦になるって言ってたでしょ？気持ちって変わるじゃない。今は私も外に出たいなって思う。それが離婚したい理由？他にもいろいろあるけど、そんな感じ。俺はこれまでお前のことを一番に考えてきたつもりなんだけどな。それも私にとっては重かった。そんなこと言われたら何も言い返せないな。離婚してくれる？わかった。その代わりいろいろ条件があるけどいい？お金関係は聞けないけど一応言ってみて。ありがとう。離婚したらお互いに一切に交渉しないっていうのと、今この瞬間からお互いに離婚についての意見は曲げない。今日中に荷物まとめて明日までには出て行ってほしい。これを守ってほしい。わかった。その条件でいいよ。ありがとう。絶対に約束してくれる？約束する。ありがとう。何があっても約束は守ってもらうから。わかった。それでさ、離婚の理由って他にないの？一番はあなたの気持ちが重かったのが理由だと思う。他に何かない？自由になりたかった。この子は関係ないの？なんでこの写真持ってるの？たまたま。この人は関係ない。そっか、正直な話、浮気してたでしょ？してない。実はいろいろと浮気の証拠を持ってる。正直に話してくれたらお前には慰謝料請求しない。本当に？約束する。この人と実は付き合ってる。お互いに真剣に結婚も考えてる。そうなんだ。だいぶ若い人だよね。24歳。お前と12歳も違うんだ。年齢は関係ない。確かに年齢は関係ないよな。関係ないよ。でも大丈夫？騙されたりしてるんじゃない？そんな人じゃないよ。ものすごく優しい人だよ。でもお前お金貸してるだろ。二人の共有財産だから。なんで？正直に話しな。出ないと離婚の後いろいろ揉めるかもしれないよ。貸してるよ。いくら貸してるんだ？2100万円くらい。そっか。まあそれは財産分与でお前の分ってことにしてくれたら、勝手に共有財産からお金抜いたことはなかったことにしてもいいけど、どうする？本当にいいの？構わないよ。今の意見を変えたりしないならお前に請求したりはしないって約束する。財産分与はなしでいいな？それでいい。ありがとう。気にすんなって。とりあえず今出張先だろ？そうだね。とりあえず早い方がいいと思うんだ。離婚届はもう準備してるんだろ？準備してるよ。それなら俺がそっちに帰った時に記入してすぐ出せるように速達で送ってくれない？住所はどこ宛てに出したらいい？支社宛てで俺名義で大丈夫。とりあえず送ったらまた LINE して。わかった。速達で送ったよ。印鑑とか不備とかないよね？ちゃんと書いて送ったよ。わかった。俺がそっちに帰った時に責任持って出しておく。ごめんね。ありがとう。約束覚えてくれてるよね？明日までに出ていくことと財産分与のことだよね？そう。あと絶対に離婚の意思は曲げないってこと。大丈夫。約束は守ります。明日には出ていくから。どこか行くあてあるの？とりあえずは実家に帰って、しばらくしたら二人で一緒に暮らすつもりだよ。二人で？五人の間違いじゃない？何これ？何の写真これ？お前と付き合ってる園田くんって結婚して子供いるよね？あれ？知らなかったの？待って、聞いてない。あれ、なんか言っちゃいけなかったかな。ごめんなさい。気にすんなって。もう済んだことじゃない。お互いのこれからを考えよう。本当にごめんなさい。離婚のことなかったことにしたいです。何言ってんの？騙されてました。何が？独身って言ってたのに、奥さんと子供もいました。うん、知ってた。それで？今の奥さんと別れる気ないって。
あれ ?5 人で暮らすんじゃないの？私との関係はお互いに了承した上での遊びの関係だったって。ひどい奴もいたもんだね。本当にごめんなさい。あなたと離婚したくない。約束は？本当にごめんなさい。私騙されてたの。許してください。無理だから、約束は破るなよ。本当にお願い。私騙されてたの。俺といるのは重いんだろ？重くない。私の勘違いだから。お前騙されたって言ってるけど、俺がお前の浮気を調べて半年間、少なくとも俺のことを騙してたよな。私も騙されてたの。お前が騙されてたら俺も騙されていいの？よくない。本当にごめんなさい。とにかく離婚は変えない。その代わりお前には慰謝料は請求しないから。ごめんなさい。慰めになるかわからないけど、お前の相手からはきっちり責任取ってもらうから。それはやった方がいいと思う。寝返りっぷりがすごいな。お願い、離婚は考え直して。そっちに戻るつもりはないよ。どうして？帰る理由がないもん。そのアパートも今月中に引き払うし。お願い、帰ってきて。私待ってるから。手のひら返しがすごすぎて引く。私騙されてたの。お願い、考え直して。俺もお前に騙されてたんだけど、とにかくよりを戻す気はさらさらないから。本当にお願いします。私変わるから。いいえ、結構です。さようなら。